それではここでエンホールズハーモニカのソロの演奏を聴いていただきましょう。曲は映画音楽のひまわり。ピアノとのコラボレーションはテープで流されますが、インターネットの音楽投稿サイトで意気投合された三重県の日野菜さんという女性の方だそうです。プログラムには日菜野さんと書いてしまいました。ごめんなさい。日野菜さんです。イタリア音楽、この題名は、ひまわり。イタリア映画ひまわりですが、ソフィア・ローレンの題名作。内容を紹介しますと、第二次世界大戦ロシア戦線に駆り出され生死不明となった夫をひたすら待ち続ける新妻、そして帰還仲間のおぼろげな情報に満ちるのを抱いて、かつてのロシアとうとう自ら探しに出かけていきます。その地は地平線までどこまでも果てしなく続く一面のひまわり畑。執念の果てに探し当てた夫はすでに新しい女性と幸せな家庭を築いていました。彼女は案内されて労働から帰る夫を駅に迎えに出ますが、待ち望んでたはずの再会のはずなのに、間違いなく夫だと確認するや発車する車に電車に取り身乗りって車内に倒れ込んだ彼女は一目はばからず号泣いたします。列車はまたひまわり畑の中を走り続けていくのです。男と女、民と民の間には敵も味方もなく、その一面美しいひまわり畑の下には何十何百万の敵味方の兵士、虐殺された民衆がゴロゴロと埋められている、そういう強烈な反戦メッセージが込められた悲恋の物語。この曲への挑戦の思いを強く感じましたと、大木さんから熱のこもった長い解説をいただきましたので、要約して読んでみました。それではひまわり、大木さんどうぞ。